平野翔不器用な恋愛をしてみたい。恋愛観や演技の楽しさを告白。平野翔が、同名漫画を原作とした映画、かぐや様は釣らせたい。天才たちの恋愛頭脳戦で主人公ヒ金恩ネ役に出演することが決まった。彼、見た目はクールだが恋愛には、不器用な男の体現者である。これまで多くの役を演じてきたが、 残忍な感じの面白い役が多いですね、とにやりと笑った。平野自身も女の子にストレートに好きって伝えたい、とまっすぐな男でありたいと語った。22歳の彼の恋愛観や演じることの喜びについて語ってもらった。かぐや様は釣らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦は、エリートが集う学園を舞台に、生徒会長、広金温厚、平夜、 と、生徒会副会長、篠宮かぐや、橋本観南が、互いに惹かれ合いながらも結ばれる、呪いのせいで結ばれる。告白したら負け、という設定で、相手に告白させることを目指して恋愛の頭脳戦に参加する姿を描いたこの作品。平野は、天才なのに恋愛には初心者だった。役作りの過程を振り返った、と役作りの経緯を振り返った。 それがみゆきの可愛いところだと思うので、その可愛らしさを残しながら演じていきたいと思いました。平野のラブストーリーは過去にも注目を集めてきた。彼は恋には冷淡だがいたずら好きな役を演じ続けてきた。しかし、かぐや様は釣らせたい絵の台本を手にしてからは、自分がどうすればいいのかを真剣に考えるようになった。衣装を着替え、 髪を金髪に染めるなど、これまでの役との違いも意識した。彼はアニメを何度も見て、たくさん勉強したと語る。そして彼はこの役について時間をかけて考えることが楽しかったと話す。彼はますます主役の役割を与えられ、映画セットでの作業を通じて演技への情熱が深まっている。役について考える時間も楽しいし、 撮影が始まると他の人の演技に影響されて自分も変えていくのも楽しいという。ライブでのインタラクションが一番楽しかったと彼は言う。こういうコメディーの時は監督に笑わせてもらえると本当に嬉しいと彼は満足げに笑った。彼は会長という言葉に戸惑った様子で、この仕事では会長をやらせていただきますが、 私は真ん中に立つことができないタイプなので、会長がやるべきことは、プレゼントをあげることだけなんです、と語る。それよりも、みんなで目標に向かって楽しく頑張れたらいいなと思っている。できるだけ早くみんなと仲良くなれるように努めています、とチームスピリットについて語る。彼は、めんどくさいほど愛したいと言い、男性はよく私を捕まえたら冷めるよ。 そうなってもずっと独身でいたいと妄想してしまうと語る。五行と家具屋が告白をめぐって値切り交渉している中、平野は自身の恋愛観をさらに深く掘り下げ、好きな子には素直に好きって伝えたいと語る。彼はどんな女の子が好きか尋ねられると、感情に動かされたいタイプで、計算高すぎる子は苦手だと答える。あまり恋愛ゲームをするのが好きな人ではないが、 かぐやの高貴さが良いと思うと述べ、彼女のエッジの効いた一面とドキドキする性のギャップを上手に表現していると称賛する。特に衝撃的なのは、かぐやがみゆきをベッドに呼ぶシーンだと彼は語る。かぐや様はずっと私から距離を置こうとしていたのに、急に攻撃的。になってしまいました。それは男性でも心配ですよね、と彼は明るい笑顔で話した。 五行と家具屋を応援しながら見ていただけたら嬉しいです。彼らが頑張っている姿が見どころです。彼は力強く言った。恋愛において素直でありながらも、独自の魅力を持つ平野翔彼の演技や恋愛観に触れることで、新たなる発見や考えを巡らせることができるだろう。あなたは彼の恋愛観や演技に共感できるだろうかそして、 自分の恋愛観はどのようなものだろうかそれらを考えるきっかけとして、彼の言葉や姿をじっくりと味わってみてほしい。